なんか今一瞬なんか白いの通った。え、ここか、あ、カーズ、ここか、カーズが光りました。で、ここか、やめろ、立て、ほらーい、珍しいね、これ、ね、まあ、ちょっと今日一人ね、寝てますスリーピン起こさないっていう、そうです、もうちょっとあえて起こさない企画が企画なんで、ちょっとあえて起こさない。あ、そうか、そうか、そうか。なんとですね、はい、この前高評価3万いったら、真っ暗の中のこの事故物件の心霊ハウスを徘徊掘らないでやると、すぐ行きます俺らの家だけど怖いのよ。いや絶対怖い。いや真っ暗で隅から隅まで全部の部屋行ってもらいます。いやマジでちょっと勘弁してくれよ。しかも一人です。え、マジか。でオプションとして、オプションとしてターボが上にいる一番怖い。最初は二人ボーナスで行こうかなっていう。おお、悩みでかいよ。全員誰かは行くってことで、ボーナスの時はターボが寝てるんですけど、一人の時はもうガチで一人で行きます。じゃあまずはね、二人で行くチームを決めます。はい、じゃんけんです。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、1個でしょ。おお、勝った。ほぼ、いいんだよね、せんだよね。ほぼ確定みたいなもんですね。最初はグー、じゃんけんぽい。まあでも俺、二人なら別に、まあまあ、逆に言ったら、俺らこれ、もう地獄免れてる。一人はなくなった。地獄免れてる。そうじゃん。いや、早速、外に出てきてください。うわ、マジでやるの。俺さ、怖がってる人と行くのが一番怖いのよ。ちょっと一応ね、軽く見えなすぎるかなと思って明かりはつけたんですけど、なんかね、意外と見えるな。意外と見えるじゃん。消してみるよ。やばい、消えるわ。もうちょ、怖っ。12や。いや、もうマジ怖。ちょっと待って、全部消せよ。上からなんか来ない。大丈夫。全部消せよ。もうリアルガチャで全部消します。あー、それは見えない。いや、見える見える見える。怖っ。これやばい。これやばいですよ。これやばいぞ。じゃあじゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。まずはリビングからね。はい、マジで。え、これ俺やばいと思う。だっててか持ってる正義が一番やべえぞ。いや、俺怖いんだよ。え、なんかもうやばくない？ガサって言うかと思って。いや、もうね、怖すぎてあんま反応してくれないんですよ。あとこのいると言われているポジション、ね、うわ、めっちゃ怖いんやけど俺左今。そう、左めっちゃ…ちょ、待って待って、やばいやばいやばい。そういうのやめよう。ちょ、そういうのやめよう。OKOK。 ちょ、テンパるから。 OKOKOK。 ちょっといいっすかね、テンパっても、電気のとこまで歩いていけないって。そう、今ね、左すごい、ね、なんか…ちょっと行きますか。ちょっと映してみましょう。こわっ。あ、結構明るい。え？ん？え？何？なんか今、一瞬なんか白いの通った。え？ここで、そう、ピカってライトもないのにピカってなんない。マジでタワーが寝てるんで、うん、さすがに大丈夫なんだ。ちょっと寝てて、ここで映ったと思われるんですね。うっ、ん、なんでここ光るんだ。下の方が怖いな。うん、ちょっと一人で奥の方に行ってもらって、はいはい、ちょっと待って待って待って。うん、いいね、いいね。白かった。押し入れが怖いな。ここなんですよ。ちょっと開かずのもの見てみましょう。ちょっと開かずのもの見てみましょう。ここが開かずのものですね。どうですか、以上。以上なしです。やっぱ下の方が怖かった。下の方が全然雰囲気やばい。てか、本当に下に関しては見られてるから、ね、おーい、ターボさん。めっちゃある。何は？ネズミ小僧ですか。今徘徊ホラーナイト中です。徘徊してんすね。パラノマルアクティビティの前ボスか、お前。誰がパラノマルアクティビティのボスだよ。絶対入れてんよ。怖っ。雰囲気あるな。まあこんな感じです。さっきの光がめっちゃ気になるね。うん、何だったんでしょうか。一旦
ここにあいつら呼んできます、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。まあそうなるよな。そうなるよな。寝てたもん。一人徘徊です。えぇー、長いよ。一人で2階のあの顔が映った部屋で、あの3階に行ってください。一人でこの家いる時もあるけど、こういうことして絶対いかんと思ってんのよな。こわ、絶対の神とかやばいと思うんだけど、どうなんだろう。え、この光は何なの。いやもう怖すぎやろマジで。これカードです。いつも目が光ったりするカードですけど、なんかありますかね。これ3回転すればいいんでしょ。3回ねえ、さあ、さっきも言ったところです。いや、普段寝る分にはいいけど、絶対悪ふざけでカメラ持ってこんなことしたら良くないと思ってんのは、俺はずっとここに住んでるからわかるけどさ、大丈夫これマジで。終わりましたよ。じゃあこのまま何行こうか。ちょ、もうやばいって。もう、いや、なんか声しちゃって今。はい、ここ今やばいって。やばいやばいやばい。ちょ、マジこれマジこれやばいやばいやばい。で、ここが、入ってキッチンです。キッチンが一番怖かったんだよね。キッチンです。何もないですかね。ここか、風よく光りましたですね。で、ここが、もうビビらせんなお前。これすげえ、ツーショットです。イエーイ。幽霊は水があるときによく来ると言っていたので開けます。ここが、風呂場です。寝室ですね。寝室です。ここが分かると思うんですけど、もう今心臓のバクバクと、あとなんかさっき変な音したし、変な声したし、やばい、もう汗もやばい。え、今落としたよな。え、なんかちょっと音。え、今やばいよ。え、えぐい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 ってえぐいってえぐいって。え、マジやばい。電気つけてる。え、マジやばい、本当にやばい。今やばい。え、やばかった今。今油乗ってる。え、もう俺汗やばいかね。はい、ということで行ってまいりましたよ。いや、怖え。怖かったな。怖かった、すげえ怖かった。怖かったな。じゃあまずは俺のりさんからね。まあ変なことは1個ぐらいしかなかったね。あ、光か。光どこ。この辺でなんか画面がちょっとなんか光って、うん、正義は光が全くないから。え、何、なんか今一瞬なんか白いの通った。え、そんな感じで、あと下のやっぱ雰囲気やばい。やばい。上と全然違かった。改めてやっぱ下ってやばいな。下の方がやばかった、うん、怖かった。じゃあターボーさん。特に声とかは聞こえなかったんだけど、ちょっとボキャヒンですけど、なんかやばそうな感じはしたよね。異様な空気が。ほんまにボキャヒンやな。分かってる怪奇現象はじゃなかった。分かってる怪奇現象はなかった。あ、ないんだ、うん、じゃあ大輝さん。風呂場ですね、やっぱり。あ、閉まってるじゃん、あの風呂場って扉。うん、開けた瞬間、雰囲気がやばくなった。今普通に声言うてたしね。嘘。え、聞こえなかった。誰も声って誰も聞こえない。やばいな。俺はまあ俺らが気づいてるってよりは、また動画の時にやばい感じになってそうですね。うん、うん、いや、これ絶対やばいから。ちょっと見返すのがマジで怖い。怖い。絶対に声とかだいぶ入ってると。まあ一応編集で気づけばピックアップしますけども、はい、気づかなかった場合はいつも通り皆さんじゃあ調査班としてちょっとコメントで教えてください。お願いします。
まだね、2人行ってないので、うん、そうだよ、うん、そうだよ、リボンも入れたら3人行ってないので、他の奴らも行ってほしいという方がいましたら、高評価よろしくお願いします。高評価お願いします。お願いします。高評価ですね、3万突破で3名様行かせていただきます。行かせましょう。はい、一人ずつでしょ。もちろん当たり前でしょ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。では次のホラーナイトでお会いしましょう。ウェイ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 。